皆さん、こんにちは。滝沢ギター検定検定委員長の滝沢でございます。9月20日がやってまいりました。9月20日。何があるかと申しますと、滝沢ギター検定受験受付開始の日でございます。本日9月20日の13時から、公式ページの方で受験受付の方をさせていただいておりますので、もう準備が万端だぜなんていう方は、公式ページの方にプラッと飛んでいただけると嬉しいなという感じでしょうか。トップページの方にも分かりやすく、受験申し込みはこちらなんていうリンクが貼ってありますので、そちらから受付の方をしていただけると嬉しいです。まだ練習中だぜ、まだ動画作ってないぜという方は、お早めに受験受付の方へ進ませていただけると嬉しいなという感じでしょうか。9月の20日から30日です。の13時までとなっておりますので、間に合わないとか、その受付のし忘れとかには気をつけていただければなという感じでしょうか。ぶっちゃけ今、この動画で滝沢ギター検定の存在を知ったという方はもう少なからずいらっしゃると思うんですけれども、まあ、10日間あれば、どれか1つくらいは受験できるかと思いますので、ぜひとも検討してみていただければという感じでございます。紹介動画でも、紹介じゃないか、最初のご挨拶の動画でも言っていたとおり、まあ、そのステッカーのグッズだったりとか、アンプが抽選でもらえたりとかしますので、ぜひとも、本当もうね、1人でも多くの方に受験をしていただきたいです。もし皆さんの友達とかでね、その滝沢ギター検定のことを知らないギタリストの友達がいたとしたらば、まだ間に合うぜ、まだ間に合うぜと、ちょっと受けてみないか、滝沢ギター検定、滝沢さんがすごい喜ぶらしいよという感じで誘っていただけるとすごく嬉しいです。一人でも多く受験していただけると僕は本当に嬉しいです。本当に嬉しいです。もう一回言いますけども、本当に嬉しいです。で、まあ、その受験受付フォームの書き方というわけではないんですけれども、ちょっとこうパソコンとかに慣れている方のためにですね、その動画を作りましたので、もしよかったらそちらも参考にしていただけると嬉しいなという感じです。その動画の中でやっていることとしては、単純にその公式ページを開いてなんか URL を入力するだけという感じなので、まあ、パソコン慣れている方は別にそんなに見なくてもという感じだと思うんですけれども、まあ、ちょっと自信ないよと、うまくできるか自信ないよ、ちょっと時間がかかりそうだよなんていう方は、チラチラとチェックしていただけると嬉しいなという感じでございます。それでは皆様の受験、心よりお待ちしておりますので、よろしくお願いします。さようなら。画面切り替わります。それで実際に受験受付の方をしてみようかなと思います。とりあえず自分がお勧めする方法としては、一回 YouTube の方に切って、動画の URL をこういうメモ帳とかに貼り付けて控えておくことを強くお勧めします。とりあえずやってみましょう。まずログインをするじゃないですか。とりあえずログインをします。で、この右上のこのサムネイルをクリックすると、クリエイターツールという文言がありますので、こちらをクリック。そうすると、左側に動画の管理というメニューがありますので、こちらをクリック。そうすると、こんな感じで、今まで上げてきた動画がバーッと並びますので、まあ、この中からその受験の課題曲を弾いている動画を探して、URL を控えていきます。とりあえず、まあ、A1 でいってみましょうか。この動画の編集というところをクリックしてください。そうすると、このタイトルとか、まあ、このタグとか概要欄とか、編集する画面に飛ぶんですけれども、この URL のここですね、これをクリックして、コピー。で、メモ帳とかに貼り付けをすると。こんな感じで URL を拾っていきます。戻るボタンを押して、じゃあ次は B1 とかにしましょうか。B1 の編集をクリック。で、URL をクリックして、コピーしてメモ帳に貼り付けと。で、また同じように戻るを押して、また C1 とかにしておきましょうか。C1 を受験するときは C1 のこの編集ボタンを押して、C1 の動画の編集ボタンを押して、動画の URL をクリックして、で、パソコンに慣れている方でしたら、あれですね、コントロールクリック。コントロール C か。で、メモ帳に飛んで、コントロール V で貼り付けという感じです。もし補修カテゴリーも受けるよという方は、この後にもまたバババッと URL が続くと思うんですけれども、とりあえず今はこの3つの動画を控えて、受付の方に行ってみようかなと思います。また、この滝沢ギター検定の公式ページの方に行っていただくと、こんな感じでトップページにもすぐにリンクが貼ってあるので、これをクリックします。
そうすると、こんな感じの受付フォームになります。順番に記入していきましょう。まずお名前。ハンドルネームでも大丈夫です。別に本名じゃなくても大丈夫です。で、振り仮名は、こんな感じで入れていただいて。で、メールアドレス。メールアドレスをちょっとこの記入し間違えて連絡が取れないとか、その合否判定の連絡ができないとかもあったりとかするので、ちょっとこれは間違いないように気をつけてください。JavaScript が有効でしたら、ここにその大きく入力した URL が、メールアドレスが出るようになっていますので、まあ、よく確認して間違えてないか確認してください。info@滝沢ギター.com。よし。で、このご年齢は任意ですので、選択したくなければ別に選択しなくても大丈夫です。僕はまだ18歳なので、10代ということで、行ってみましょう。で、ここにその URL を入力していくわけですね。とりあえず、Q はそれぞれ1級をじゃあ受験するとして、A1、B1、C1 としてみましょう。で、先ほどこの控えた URL のこの文言、こちらをコピーして、ここに貼り付けていきます。慣れている方は Ctrl-V、Ctrl-C でも大丈夫です。こんな感じですね。で、補修カテゴリーも受けるよという方は、こちらにもその各 Q とか URL とかを入力していただければという感じです。で、最後にここにメッセージの欄があるんですけれども、まあ、空欄でも全然 OK です。何か書きたいことがあったら書いていただければという感じでしょうか。例えば、しなくなり。気がついたら、ここにとても成長をしてしまいました。どうすれば痩せることができますか？できるだけ運動はしなくありません。楽に、とにかく楽に、何か方法はありますか？テルミ、まあ、こんな感じでメッセージを書いていただければという感じです。で、ここにその合格掲示板への掲載許可とあるんですけれども、これ許可するとさせていただくと、まあ、合格した方はその滝沢ギター検定のトップページじゃないか、その合格掲示板の方にその URL とお名前を添えて掲示をさせていただきます。ちょっとそういうの嫌だなという方は、許可しないをクリックしていただければという感じでしょうか。ただ、ちょっと気をつけていただきたいんですけれども、許可するにしないと、ステッカーとかアンプとか、そういったプレゼントの権利がなくなってしまうのでお気をつけください。どうしてもそんな掲載とかされたくねえよという方は、許可しないをクリックという感じです。とりあえず、強化でいきましょう。そうすると、確認画面というボタンがありますので、こちらをポチッとクリックしていただくと、サンクスページに飛びまして、ちゃんと受付したよという感じになります。一応、ここで自動的に入力していただいたメールアドレス宛てにですね、その控えを送っておりますので、もう一度、こちらの滝沢ギター.com、もしくはその皆さんのメールアドレスの受信ボックスを覗いていただければという感じでしょうか。そちらのほうに控えが届いていないようでしたら、メールアドレスがちょっと間違っている可能性があるので、もう一回そのフォームを記入していただくか、それとも、これですね、検定@滝沢ギター.com のほうに、ちょっとさっき受験を受付したなんとかなんとかです、なんかメールが届いてないんですけど、大丈夫ですかねみたいな、そんな感じのメールをしていただければという感じです。そんな感じでしょうか。わからないことがありましたら、お気軽にこちらの滝沢、検定@滝沢ギター.com の方に連絡をしていただければという感じでございます。そんな感じで皆様の受験を心よりお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ということでございます。さようなら。ふふふふふふふ。